はい、こんにちは、こんばんは、タカです。まずはじめに、本当にすごくたくさんのコメント、ありがとうございました。全部目を通させていただいてます。数が多くてこう全員に返信というのがなかなか難しかったもんですから、ここで、改めてお礼の方を言わせていただきます。ありがとうございました。もう少し早く復帰したかったんですけどね、この動画を発表した次の日ですかね、すごい熱が出てしまって、それこその熱がなかなか引かずということで、まあ、その分少し復帰が遅れてしまいました。現在も熱はだいぶ引いたんですけどね、ただこう本調子というわけではなくて、喉であったりとかね、咳であったりとか、こういったのはまだ継続してるんですけども、ただいつまでも寝てられないですからね、ぼちぼち始めていこうかなと思ってます。ですからこういつもより聞き取りにくいとか、少し声が違うとかね、そういったものもあるかもしれませんけども、まあ、徐々に戻ってくると思いますんで、まあ、そこはご了承いただければと思うんですけどね。というところでこう相場の方を見ていきたいんですけども、僕にとっては1週間ぶりの相場ということになるんですけども、案外景色が変わってないんですよね。今週というのは CPI がありました、まあ、当然動いたというのは僕も知ってはいるんですけども、1週間前と比べて景色が違うというのは5ドルぐらいですかね。他は大きな違いというのはあまり見られていないように思います。ただ CPI もそうでしたしね、そもそもまあ先週からボラが大きかったですから、こう上がったり下がったりしている相場というのはね、印象は強くありました。僕もちょいちょいは見てましたけどもね、やっぱり相場よく動いてますよね。ただこう位置としては現在地は大して先週とは変わってはいない。まあ、結果すごく振らされやすい相場ということになってくるんですかね。このあたり改めてチャートの方から見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、4時間足に週足を重ねています。まあ、ドルというのはずっと強いわけですね。この赤いラインが去年の最高値です。この最高値をブレイクしたのがまあ3月あたりですね。それ以降は強い上昇トレンドがしっかり出ています。ただ現在は流れが止まっての調整局面、特にこの3週間ほどは小さなレンジになってきています。実体部分見ていくとほとんど動きないのはわかりますね。ただ今週ですけども下ヒゲをつけてるんですね。これが CPI の結果動いた値動きです。まあ、つまりこの下にはサポートが見えたということになります。そもそも上昇トレンド見えてるわけですから、サポート見えれば押し目買いは入ってきてもおかしくないわけですよね。今回下ヒゲつけて戻したとなってくると、やっぱりこのサポートは強いのかと、そう見る向きというのは当然これ出てきてもおかしくないということにはなってきそうですね。まあ、宝から見ればこういった売りのトレンドも見えてくるわけですけどね、なかなかこう下に抜けていかないというのが今週の動きではありましたので、特にこのドルショートを見ていくのは少し警戒はしたい場面にはなってきましたかね。まあ、このドルの底堅さというかね、ドルの強さというのはこのチャートからは見えてくることになります。ドルが強いとなってくると、ドル円なんかこう上がりやすい状況になったりとか、あとはドルストなんかこう上値が重い状況になったりとか、そういった状況は来週は出てきやすいんじゃないかと、そういう目線を持って値動き見ていくことになってきそうです。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。ただこの日足環境を見ていくと、この調整が結構きつく出てたんですよね。下落トレンドがむしろ見えてるような状況で、さらにこれ CPI で下の方に抜けたんですね。もうこれ完全に短期的には抜けてると思いますけども、ただこの抜けた後にフォローが入ってこなかった、継続して売りが入ってこなかったんですね。むしろ最後に買い戻されてしまいました。まあ、結果週足として見ていけば、まあレンジが継続して見えてるような状況、上位足が変わらずレンジ相場を今見てるわけですから、この短期的な下落トレンドいつまでも見ていくわけにはなかなかいかないと思うんですね。むしろ1回2回と安値を試して抜けなかったというポイントが今ここで見えたのかもしれません。となると、まあこの売りの流れ、これ自体を否定まではいかなくても、例えば直近高値この辺りまでの戻りとかね、こういったのはしっかり備えていくべき環境にはなってきたかもしれません。まあ、少なくとも今週の動きだけを見ていると、僕は底堅さが見えてはきますけども、皆さんはどうですかね。まあ、こういうチャートを見てると来週もこうドルは底堅い、となってくると、こうドルストなんか上値が重い状況やっぱり出てきやすいのかなと、メインシナリオはこのドル買い、見ていくことになるかなとは考えてはいます。とはいえドーンと買いが入ってくる状況を想定してるわけではこれは全然なくって、まあ、あくまでこれ上と下に壁が見えてるわけですからレンジを想定ですかね。現在地がまあレンジの安値圏だから、まあ一旦ドルを買っていく流れ、これを想定していくということになってきそうです。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。今週1週間のこの強弱のチャートですけども、やっぱり目立つのが水曜日ですかね。CPI でドルの方に大きな売りが入りましたけども、これ以降ドルに売り入ってこないんですよね。まあ、本当にこれドルが弱いんであれば、この結果ドルが週足でもレンジブレイクと、そういった決着になっても良さそうなもんなんですけども、そうはならなかったわけで、まあ、これを見てもこうドルの底堅さというのは少し感じてはしまいますかね。
そしてまあそれ以外の通貨、見ている中で少し気になる動きがこの水色、これ5ドルになるんですけども、今週1週間5ドルがえらく強いですね。結果火曜日以外はずっと買いが入ってきているような状況で、高値更新もしているような状況でしたからね、なかなかこう5ドルを売っていこうという状況にはなってこなかったわけですけども、まあ、当然この強さというのは来週も注目して見ていくことになると思いますね。すごく目立った動きをしているのがこの底堅いドルと、強い豪ドルということになってきそうで、この2通貨の強さというのは来週まずは僕しっかり見ていこうかとは考えてます。それとも難しいのがこの残り3通貨ですね。特にこのポンド、ユーロあたりに関してはドルとの逆相関と考えれば、売りが入っても仕方がないかなとは考えられるんですけども、難しいのがこの円ですね。ただこれもヒントが水曜日にあるのかなと、これドルの方にドーンと売りが入っている、まあ、これは CPI ですからね、当然ドルが動くのはわかるんですけども、この動きにすごくよく反応したのが円になっています。これは完全に逆相関、これはもう金利差というところに注目集まっての値動きだと思うんですけども、この動きが継続して出てくるんであればドルとの逆相関は生まれやすいかもしれません。まあ、そうするとこう強い通貨と弱い通貨というのがざっくり見えてきますかね。まあ、当然これズレも出てくるでしょうけども、まずは来週この2つの勢力を分けて考えていこうかなと。ですからこう強い通貨同士とか弱い通貨同士のペアで考えてしまうと値動きはすごく難しくなりやすいと思いますから、オジドルとかね、あとはポンド円とかユーロ円とか、あとはユーロポンドとかもそうですけども、このあたりは値動き難しくなってきそうで、強い通貨と弱い通貨をしっかり比べていきたいですね。個人的な注目はやっぱりユーロドルですかね。これ僕がお休みする前からもずっとレンジ見てましたけども、結局まだレンジですからね。現在地レンジの高値圏なんですけども、高値ですからやっぱり売りを見ていきたい、ということはやっぱりドル強いですからね、ショートを見ていきたいということになってきそうです。あとはドル円なんかも強弱の差が出てますから面白そうですし、豪ドルなんかも単独ですごく強い流れ出てますからね、こういったのを見ていくのも面白いとは思います。まあ、正直こう1週間前まではそんなにこう目立ってこれを見ていきたいという通貨はそんなにはなかったんですけどね、1週間経って、まあ、環境自体そんなに変わっているわけではないんですけども、まあ、見ていきたい通貨というのはちらほら出てきているのかなと。まあ、個人的にはこのゴールドル、このあたりにしっかり買いが入ってくるかどうかというのを来週まずはポイントとして見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円今週大きな売りが入りました。もうこれは CPI ですね。ドル売りということで大きな売りがドーンと入ったわけですけども。ではこれ、週足終わってみてどうですかね。例えばこの売りが安値を更新したとか、そういう状況になってくればこれはおっとも思いますけども、全くそういった状況にはないというのはわかりますかね。結局はこの上昇トレンド、これまだ崩れてもいません。押し合せもあってないですね。波の起点は127円です。現在少し押しが入ったところで流れを止めたという状況も変わらないですね。今週売りがドーンと入りましたけども、サポートも割れていません。132円あたりが短期的なサポートとして見えている部分にもなりますね。ということでこのドル円の週足環境は1週間前と何も状況変わっていない。サポート見えてくるんならここには上昇トレンドあるわけですから、いつ押し目買いが入ってきても個人的にはおかしくないかなとは感じますけども、どうですかね。ただまあ底堅さはありますけどね、高値も更新してないですから結局上値も重いんですね。レンジという形も見えてしまってますから、来週もこのレンジを継続して見ていくことになるんじゃないですかね。僕は個人としてやっぱりドル買いみたいですからね、反発を少し見たいところです。とはいえこの直近高値ブレイクまでを見ていけるかどうかはまだ微妙なところですから、最初の目標はまあ週足レンジの上限ですかね、136円であたりまでを目指した上昇というのを意識していこうかと思います。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足環境を見ていくとここに強い売りはあるんですね。下落トレンドが見えていますから、戻り売りが入っても良さそうな環境、この戻り売りは結局は安値更新しなかったんですね。これが安値更新していれば、これも全然話は変わっていたと思います。この値動きのきっかけが CPI ですから、この CPI でドルの方に大きな売りがどんどん入ったと。この結果、例えば131円の50、このあたりのサポートを割り込んだとなれば、これはなかなか買っていくのは難しい状況だったと思いますけども、木曜日、金曜日、安値を更新しなかったんですね。それどころか逆にこの日足環境を見ていくと133円あたりにうっすらサポートなんかも見えてるようにも思います。するとこの前には安値がありますからね、これ安値切り上げの形になりますから、下から見ていけば上昇トレンドもまあ見えてくることになります。まあ、高値抜けてないですから、まだトレンドとは言えないですけども、まあ、少なくともこう押し目買いをしてくる人は出てきそう。まあ、こう見るとこう上下にしっかり壁が見えてきますね。上の壁が135円であたりですか。下の壁が133円ということで、まあ、上下2円幅のレンジ相場。
来週はひとまずこのレンジを考えていこうかなと、すると現在地はレンジの下限ですからね、やっぱりロングは見たいところなんですね。ロングということはドル買い、売りということになります。冒頭で見たようにドルの強さというのも見たいところですから、まあそれにも一致してますんでね、ドル円のロング、これはやっぱり想定はしておきたいところですね。そして仮にこの133円あたり、このサポートを割れたら僕みたいなロング勢の根拠というのは崩れてしまいますし、逆にこの高値を抜けてくればショート勢の根拠は崩れてしまいます。相場の方が大きく動くタイミングというのはそういったタイミングになってくるんじゃないかとは思ってはいます。ですからまあひとまずこの2円のレンジを見ていくことになるんですかね。とはいえこの2円のレンジですからそれなりにこう値幅があるんですね。まあ、所詮はこのレンジの中の動きに過ぎなかったとしても、このレンジの中の動きというのをしっかり追っていくというのも、これは悪くないとは思いますね。はい、こちらが15分足、4時間足重ねています。先ほど見ていた冷やしレンジ、高値が135円で安値が133円あたりですから、こんなレンジなんですね。まあ上はいいとしてもこの下の部分ですね、結構がっつり抜けています。まあ、これをどう見るかで意見は分かれてきそうですね。まあ、ブレイクと見る人も当然出てきますから、ブレイク見ていくんなら戻り売り、こういったのを見ていくことになります。ただ現状なかなかこう下がってこないですからね、ここを僕はレンジとして見ていますから、レンジの下限やっぱり買っていきたいなと思います。目標はレンジ上限ですから、このあたりまでの上昇はまずは考えていきたい、となると見ていきたいのはこのレンジ相場ですね。上がったり下がったりというのを継続して見ていきたいということになります。ということで、まあこのあたりどこかで攻防というのは起こりやすいかなと思いますんでね、まあどこかに小さなレンジは見えてくるんじゃないですかね。もしこの高値までを目指した上昇を見ていくんなら、この小さなレンジブレイクとかね、レンジの下から買っていくとか、こういったのがまあチャンスになってくるのかなと。そしてこれ状況としては一回下の方に抜けてますからね、戻り売りがたくさん入る状況というのはここにあると思いますから、もし買っていくんならこの戻り売り勢を捕まえた上昇というのを見ていきたいですね。ショートの踏み上げという形を利用したいところです。ということは言い方を変えれば、深い押しが入ってしまったらそのショートは逃げてしまうことになりますから、逆に上値が重くなる、深い押しに対してのロングは気をつけたいところです。ですから再度このレンジから下の方に抜けてしまう、まあ、金曜安値を割り込むとかね、そういった状況になってしまったらロングは難しいかもしれませんね。逆に言えば、まあ、この辺りをバックにロングを見ていくのが面白いのかなと。ショートを見ていくならこの133円割れ、この辺りはしっかり見ていきたいところということになってきそうです。自分としてはやっぱりこのね、下に抜けた後の戻りが入ってますから、戻り売りが入った状況でもなかなか下がらないというこの事実ですよね。短期ショート勢が捕まっているというこの環境をしっかり見たいと思いますんで、来週の月曜日まずはロング目線で僕は追っていくことになると思いますね。まあ、目標はもう当然これ金曜高値更新を見たいところです。はい、こちらが5分足1時間足を重ねています。まあ、環境は15分と変わらないですね。大きな売りがドーンと入って、まあ、これが抜けたと見ていくんなら戻り売りを見ていくという状況は変わらないわけですけども、ただなかなかこう下がってこないわけですね。特に直近高のこのあたり抜けてきてからは上昇トレンドの形も見えてきています。ですからこの深い押しが入ってしまった時にはこれは要注意なんですよね。ショートの逃げ場を与えてしまいます。まあ、ちょうどこのあたりのレートが133円で、冷やしレンジの下限でもありますんでね、やっぱり安値圏133円というのは大事なサポートとして来週見ていくことになると思います。僕ならまずはここをバックに一旦ロング目線ですかね。まあ、大きな環境を見ていけば135円あたりを目標にしたロングなんか見たいところですけどもね、ただまあそこまで見ていけるかどうかは別にしても、青い小さな上昇トレンドぐらいはしっかりまずは見ていきたいところです。ドルインデックスは強弱チャートで見たドルの底堅さ、あとはこの短期的なショートの踏み上げ相場、こういったものに期待して、来週まずはロング目線、値動きは見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に冷やしを重ねています。為替相場は先週と今週で何もあまり環境変わらないんですけどね、このダウに関しては全然環境が違いますね。ついにレンジからブレイクという形になっています。ただまあ分かりやすいのはトレンド通りなことですね。特にこう難しい動きもしてないと思いますから、基本的にはやっぱり買っていく相場ということになってくるんだと思いますね。金曜日の高値を更新してます。もちろんこれも月曜日、まずは高値更新は見たいところですね。せめてこう高値更新が止まるとかね、売りの方がしっかり出てくるとか、そういった状況になるまでは僕はもう徹底的にロング目線ということになってきそう。まあ、波の起点からだいぶも離れてきてしまってますんでね、少し高値圏で怖いと、慎重になってしまうというのはこれは十分わかりますんでね、だから様子見とかそういったのは全然ありですけどね、例えばショートとかそういったのは今現状では難しいと思いますね。自分ならもう買うか様子を見ていくかの二択になってくるかなとは思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。
日経平均も完全にブレイクしてきましたね。まあ、ダウに比べるとこの反応がすごく鈍いのかもしれませんけども、そもそも日経平均というのはダウよりも強かったですからね、それを思えば今回ブレイクしてきたのは大きいかなと思います。これもダウと同じ意見ですね。高値も更新しています。上昇トレンドもずっと続いてますから、今この状況でショートを見ていくという選択肢は僕の中ではもうあまりないですかね。高値圏だから少し様子を見てしまうとかね、慎重になってしまうとか、こういったのは全然ありだと思いますけども、まあ、やっていくんならまあロングをしていくか、もしくは様子を見ていくか。あまり今現時点では難しいことを考える人は全くないと思いますね。ただ波の起点がだいぶ遠いのはこれは事実です。27,700円とか800円とかですかね。このあたりが起点になっています。現在から見ていくと1000円下ですか。まあ、少しこの距離が出てきてしまってますから、なかなか止まった際の調整は少し深く入ってくるかもしれません。まあ、その点ログしていくのは注意ですね。相変わりましてこちらが金の CFD。1時間足に冷やしを重ねています。金もこの辺りレンジから上の方にブレイクしてきそうになっているんですかね。金強いですね。まあ、水曜日のこの CPI でドルの方に売りが入った段階でこの金の方があまり動きがないですからね、ドルとの相関性というのはだいぶ薄れているのかもしれません。ということは金曜日に買いが入ってきているというのはこれは単純にこう金自体の需要が今強いということなのかもしれませんからね、これは注目かもしれません。月曜日の高値更新してくればこれ面白い流れも出てくるかもですね。金は注目だと思います。潰される動き、これだけに気をつけながら、ロングを見ていくのは面白そうですね。自分なら一旦はやっぱりどこかで買っていきたいなとは考えますね。はい、ということで、CPI の結果を受けてもなかなかこうドルに方向感出てこない状況続いてしまってますけども、ただこう底堅い動きはしっかり見えてはきてるんですね。ドル円を見てもこう底堅い動きが見えてきますし、ドルインデックスなんかを見てもこうやっぱり底堅い動きは見えてきています。ただこう本格的に買っていくには超えないといけない壁、まだまだこれ上の方にたくさんありますからね、すぐにドーンと買いが入ってくるとはこう考えにくいですけども、まあ、少なくとも上と下には壁が見えていて、現在地が安値圏ですからね、これを見ても僕なら一旦はロング目線ということで来週は値動き見ていくことになると思います。まあ、加えてドルの底堅さというのが見えてますから、ドルロングというところも合わせて見ていきたいところですね。ドルが強くなってくればドル円なんかはこう底堅い動きになりますし、ドルスなんかは上値が重い状況になりやすい。来週もこの流れをしっかりまずは追っていこうかと思います。今回は以上になります。どうもやっぱりこう喉の調子が良くなくてね、こう聞き取りにくい部分もあるかと思います。ただもうしばらく、この声にお付き合いいただければと思います。それでは来週も頑張っていきましょう。